その顔は気に入らんな。サルマネのつもりか。このまがまがしい感じ、こいつも大統領が連れてきた俺なのか。素晴らしい力だが、時を止めてしまえば無力だ。なかなか面白い力を持っているな。俺のしもべとなるなら生かしておいてやろう。すかした野郎を見てるとちょぴっといじってやりたくなるぜ。キキキ。ずいぶんと騒がしい奴が出てきたな。お前もジョースターなのか。あのジョニー・ジョースターと何か関係があるのか。お前みたいな奴をきちっと柵にはめて勝つのが非常に楽しいってわけよ。カウボーイだと？いや、騎馬兵か？貴様は我が軍への志願者なのか！？何なんだこいつは。レースの参加者ってわけじゃないようだが、俺は誰にも従わないし誰とも群れないぜ。たった一人で頂点を取ってやる。残念だったな。俺の舞台に馬は必要ないのだ。ザ・ワールドだと？面白い。お前の力、このディオが試してやろう。ディオ？それに同じ能力のスタンド？どうなっているんだ？これも遺体を手に入れるための試練ならひねりつぶしてやるだけだ。褒められるのはせいぜい5秒程度か。能力もパワーもスピードもこのディオのザ・ワールドの足元にも及ばん。なんだお前、邪魔するなら容赦しないぜ。遺体を手に入れるのはこのディオだ。ディオ、こいつ。最後に一つ教えてやる。あんた人違いしてるぜ。もっともそのざまじゃ理解できないだろうがな。ああ、喋ってもらおうか。親父を殺す方法を。貴様がディオなら知っているはずだ。ナイフはどこから現れた？妙だぞ、こいつの能力何かある。ほう、勘のいいやつだ。だがすぐに終わらせてやる。気づく間もなくな。警戒したところで無駄だぜ。止まった時の中を動けるのは俺だけだ。厄介な能力だが、からくりが分かればたあいもない。メタリカなら射程外から仕留められる。この世界のジョニー・ジョースターは俺にとって最大の試練だ。この状況、ジャイロのようにタフなセリフを吐きたい。俺の勝ちだ。お前は馬から降りた。無限の回転はもうない。ダーティービーズ団ダートチーム、そのスタンドで俺をここに連れてきたわけか。面白い。あんたの遺言を聞き届けるつもりはないが、支配者にはなってやるよ。ずいぶん貧弱そうなスタンドじゃないか。なんだこいつは。今から俺がこの世界のディオだ。お前は安心して消滅していいぜ。勝つのはこのディオだ。俺だと？くそ、大統領の仕業だな。遺体を手にするのは俺一人で十分だ。試練ならば乗り越えるまで
俺は俺自身を超えてやる。消滅するのはお前の方だ。この世界のディオはこの俺だ。